そう考えると栄養学の知識だったりとか、こういうのが体にいいとかっていう情報よりも、これまでの日本の生活だったりとか、これまでの日本の食事っていうものをもう一度考えるっていうところがね、ポイントなのかなというふうに感じてます。こんにちは、しーすけです。今日はですね、コロナ禍で考えた栄養学について話していこうと思います。皆さんの中では結構ね、聞いたことある人いると思うんですよ。アメリカとか、あとはヨーロッパとかね、そういうところに比べると栄養学だったりとか、まあ、健康学だったりとかね、そういうものが20年遅れてるよ日本は、みたいな話って聞いたことあると思うんですよね。僕もね、いろんなところから聞きました。このサプリメントを売ってる会社だったりとか、あとね、ネットワークビジネス系の人とかね、もうすごいこうプレゼンをされたりとかってあったんですけども、もう今回ね、このコロナ禍でそれがね、全部嘘だっていうことがね、分かったっていうところでお話ししようと思います。結論から言ってしまえば、もう完全に嘘だなっていうのが分かるんですよね。で、栄養学ってじゃあなんで重要なのかっていうところからね、話していきたいなと思うんですけども、そもそもその栄養をしっかりとることによって健康維持だったりとか、まあ、健康長寿になるっていうところを目指していけるっていうところがね、多くの人の目標じゃないかなと思うんです。で、そういう目標を掲げた時にですね、このコロナ禍で日本、欧米どういう状況ですかっていうところをね、捉えてもらいたいなと思うんですよね。このアジアっていうところ、特に日本とかもそうなんですけども、やっぱり感染者数って、まあ、増えてるとは言っても、その欧米ですね、アメリカだったりとかヨーロッパだったりとか、そういうところに比べたら全然少ないわけですよね。じゃあこの20年も遅れてる栄養学、この日本がこのウイルスが発生した時に全然感染者数が増えない、しかも亡くなっている人たちのほとんどが持病を持っている人たちか、まあ、高齢者というところで、本当にじゃあ日本って20年も栄養学遅れてるんだろうかっていうところにね、注目したいなと思うわけです。本当に20年も栄養学が遅れてるんであれば、日本がですよ、日本が20年も栄養学が遅れてるんであれば、こんなウイルスがね、発生した時点でたくさんの人たちがかかってもおかしくないと思うわけです。特に若い人たちなんて栄養足りてますかって話なんですよね。ファーストフード食べてて欧米化していってみたいな感じになってるんですけども、そういう人たちが本当にウイルスに感染してるんでしょうかっていう話になってきます。もちろん若いのでウイルスだったりとか細菌だったりとかね、まあ、そういうものの抵抗力っていうのはすごく高いです。70代80代の人に比べたらもちろん高いわけですけども、そういうことも踏まえた上で、欧米の人たちっていうのはやっぱり若い人たちもコロナウイルスで亡くなってるんですよね。で、このコロナウイルスっていうのが以前は日本とアメリカ、ヨーロッパ形が違うんじゃないかみたいなことを言われてたりもしたんですけども、それもね、どうだろうみたいな話なんですよ。まだ分かっていないし、違うっていうことはあまりないのかなっていうこともなんとなくね、最近分かってきてます。じゃあなんでそういうふうに違うっていうわけじゃないと、日本とかアメリカとかヨーロッパが違う方じゃなかったんだみたいな感じで、もうそういうふうに捉えるかっていうと、最近ですね、新種っていうのが出てきてますよね。新種、新型ですね、新しい形のコロナウイルスができているということで、新しい形のコロナウイルスができているっていうことが分かるんであれば、日本のウイルスもアメリカのウイルスもヨーロッパのウイルスも もちろん分かるわけじゃないですか。それを今まで言ってなくて、ある日突然言い出したみたいな、アフリカで見つかりましたみたいなね、アジアでも見つかりましたみたいなね、そういうふうに新しい形が今見つかり出している中で、そういうことがね、分かってきてるんであれば、最初、もっと言うと5月6月ぐらいですよ、流行り出した1月2月3月とか、ね、そこら辺じゃなくて、まあ、ちょっと流行りが来だしたかな、5月6月7月の時点で、もし形が違うんであれば、そこら辺はね、分かると思うんですね。ただそれって報道されなかったし、いろんなね、調べたりしてもそういうの出てこなかった。だけど今こうやって形が変わりましたよみたいなことが報道されてる時点で、形が変わってるかどうかっていう、そういうことを調べる技術はあるわけですよね。じゃあそういう調べる技術があるっていうことは、もともとそのアメリカだったりヨーロッパと日本っていうのは形が大きく違うかっていうと、そうではないと。じゃあそうではない中で死亡している人たちがアメリカとかヨーロッパは多くて、日本はそんなにいない。特に若い人たちの死亡率っていうのは日本めちゃめちゃ低いわけですよね。そう考えたら、じゃあ栄養学が日本が全然遅れてるのかって言ったら、そこはね、どうなんだろうっていうふうに思うわけです。よくね、こういう話をしていくと、いやいや、ちゃんと栄養を取っている人たち、栄養学でちゃんと学んでる人たち、やってる人たちっていうのはコロナにかかってないみたいなことを言うかもしれないんですけども、そんなのはね、どこの国も一緒なんですよ。
する人としない人がいるっていうのは、日本だろうがアメリカだろうがヨーロッパだろうがもうどこでも一緒なわけですね。そういう人たちを全部数えるわけにもいかないし、そういう人たちが割合がどのくらいいるかも分かんない中で、そういう中で日本という国、アメリカという国、あとヨーロッパですね、まあそういう、まあ、国というか、そう EU とかね、そういうところも含めてなんですけど、そういう国、欧米、そういう人たちを比べた時にですね、じゃあ日本ってどんだけ優秀なんだろうっていう風なところをね、捉えてもらいたいなと思うんです。そう考えたら栄養学が遅れてるっていう考え、そういう話っていうのは本当ね、デタラメだなっていう風に今回感じたんですね。もちろんね、情報だったりとか知識として遅れてるかもしれない。だけどもそんな知識というのはですね、使わなければただのゴミだと僕は思うんですよね。使ってそれを実践して、それを結果として得ることができて、初めてそれっていうのは効果をなすものなんですよ。なのでそういうものを知識だけすごく遅れてますみたいな感じになったとしても、結果としてこういう状態にある日本っていうのは本当に優秀じゃないかなと僕は思ってます。ですのでこういうね、サプリメントだったりとか、あとはスーパーフードみたいなね、ああいうのもそうですし、あとはね、健康食品系ですね、ドリンク系みたいなやつだったりとか、あとはね、こうスナック菓子みたいなバーみたいなやつとかね、ああいう感じのやつの栄養を取れますよみたいな感じのやつとかね、ああいうのっていろいろあると思うんですけども、そういうまあトータルしてですね、日本っていうのはすごく優秀だと僕は思ってるんです。じゃあなんで、じゃあ日本は優秀なのかなっていうふうに考えた時に、やっぱこれ文化だったりとか環境っていうのを大きく関係してくるのかなと思ってるんですね。日本の環境と欧米の環境、じゃあ何が違うんだろうっていうふうに考えた時に、もちろんね、感染っていうものに関しての危機感だったりとか、あとは感染対策っていうものに対しての日本人の対応っていうのは他の国に比べてもやっぱりね、いいっていう状態があるわけですよね。そういうふうに考えた時に、やっぱそういうまあ文化的なもの、手を洗いと言ったらみんな手を洗うし、うがいをしろって言ったらするしみたいなね、そういうまあ文化的なものっていうのもあるだろうし、あとはね、生活様式ですね。生活様式としてやっぱり食生活ですね、ここすごく大きいなと思うんです。いくら栄養学が良かろうがなんだろうが、やっぱりね、こういう風なウイルスに打ち勝つって言ったらおかしいですけども、ウイルスとこう戦えるようなとか、あとはね、ウイルスに例えばかかったとしても回復できる人たちが増える、亡くなる人たちが他の国に比べて割合が少ない、そういうのっていうのはやっぱりね、食生活にすごい関係してくるんだろうなっていう風に感じてます。そう考えると、栄養学の知識だったりとか、こういうのが体にいいとかっていう情報よりも、これまでの日本の生活だったりとか、これまでの日本の食事っていうものをもう一度考えるっていうところがね、ポイントなのかなというふうに感じてます。特にね、僕自身はやっぱり大豆っていうのがすごく大きなウェイトを占めるのかなと思ってるんですね。まあ、本当にね、大豆っていうのを日本人っていうのはもうずっとこう食べ続けてみますよね。醤油もそうだし、味噌もそうだしね、あとはもう納豆もそうだしね、煮豆とかもそうだし、もうそういうものを食べ続けてる、まあ豆製品ですね、そういうものっていうのはやっぱり日本の独特な文化だったりとか、あとは日本人が好んで食べる納豆とか特にそうですよね。他の国に出したらなんだこれはみたいな感じになっちゃうよ、そういう食べ物を日本人は、ね、好んで食べるわけですから、まあ、そういう、ね、文化っていうものを考えた時に、そういう、ね、いろんなこう食事をいろいろとこう昔から、ね、食べている食事っていうものを踏まえたら、それでやっぱり栄養学っていうのは十分こと足りてるんだなというふうに感じてます。さらになんか最近の野菜とか栄養素はすごく落ちてるよみたいなことを言うんだけども、その落ちてるよって言われている中でもこの結果なんですよね。もちろんね、落ちてるかもしれないし減ってるかもしれない、例えばね、ビタミン D が少ないとかね、そういうことをね言われたりもしますよ。あとミネラルもそうですけども、それは少ないとか言ってもあるかもしれないんだけども、トータルバランス的に考えた時にやっぱ少ない人もいるかもしれないんですけども、基本高いというか、まあ、基準値以上の人たちがいるというところを考えた時に、そういう栄養学っていうことが遅れていようがいまいが、ちゃんと日本人っていうのは食生活だったりとか自分たちの生活様式に当てはめて、そういうものをね、こう保ててる人たちが多いんだなっていうことはね、今回改めて感じました。ウイルスに打ち勝つ打ち勝たないがこの栄養素と関係あるのかとか、ダイレクトにこう関係してるのかって言ったら、それはもちろんクエスチョンにはなります。 100% そうだとは言えないかもしれないんだけども、ただね、本当に大きく違うのってなんだろうって考えたら、やっぱり環境だったり食生活ですよね。そういうところが大きいのかなと思います。で、あとね、睡眠とかっていうところになってくると、やっぱりね、欧米とかそっちの方の人がバカンス休暇とかね、そういうのが多くて、日本みたいにね、もうすっごく働く、もう真面目に働きまくるみたいなところがない国が多い中で、日本人はめちゃめちゃ働いてるわけですよ。ただそしたら睡眠とかもちろん減ってくるわけなんですけども、そう考えたら、まあ、そういう部分ではなくて、どちらかというとずっと毎日食べているものだったりとか、あとはずっとこう受け継がれている生活様式ですよね。例えば玄関で靴を脱ぐとか、日本じゃ当たり前なんだけども、海外に行ったら普通に家の中は土足で入っていくみたいなこともあるわけなんですね。でこれがね、コロナと関係するかとかっていうわけではないんですけども、
こういう生活様式一つ一つがやっぱりウイルスだったりとか、あとはね細菌とかね、そういうものに対して、まあ、抵抗力があるって言ってもおかしいです。もう完全にねコロナに対して強い日本人はみたいな感じで言ってるわけではないので、そういうわけじゃないんですけども、そういうものに関しては他の国と比べるとやっぱり感染者数ってどちらかというと少ない方なんですね。割合少ないので亡くなる人も少ない方なので、そういう日本の文化だったりとか食生活をもっともっと大切にしていく、それで十分じゃないかなっていうふうに感じたので、今日はねこういう動画を上げさせてもらいました。ですのでこういう栄養学が遅れてるっていうのはおかしいでしょって僕は感じてるんですよね。まあそれはそんなこと言うんだったら、もっともっと栄養学が発達している国たちっていうのはなんでこんなに感染爆発してロックダウンしても全然ダメみたいな、全然感染爆発してますみたいなような状態が続くんだろうっていうところになってくるので、栄養学が遅れてようが遅れてまいが、そこはねもっともっとね自分自身日本人として自信持っていいのかなっていうふうに感じました。ですので、まあ、今回こういう考え方もあるんだっていうところでね捉えてもらいたいし、日本人が栄養学として、まあ、遅れてるっていう考えはね持たなくていいのかなっていうふうに感じます。もちろんだからといってファストフードみたいなのねずっと食べ続けてもいいよみたいな感じではないです。ちゃんとそういう毎日の生活っていうのを考えつつ、日本人らしいね毎日の食事だったりとか生活様式っていうのを続けていく。そしてもし、ね、今度感染とかウイルスとかが、まあ、もちろん出てくるわけですよ。新しいものっていうのはね絶対に今後ね出てこないってわけではないです。 100% 出てくる可能性はあるわけなので、そういう時にじゃあしっかりと自分自身が対応できるようなねそういう体作りっていうのを今からでもね続けていくっていうのは大事だなと思ったので、ぜひね今自分が日本人としてここまでやってきた生活っていうのに自信を持って続けてほしいなと思ってます。今日はねこういう栄養学が遅れてるっていうことに関してちょっとおかしいんじゃないかなと思ったので、こういう風な考え方、こういう視点があるよっていうことでお話しさせてもらいました。ぜひ、ね、参考にしてもらえればなと思います。じゃあ今日はこれにしようと思います。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。